第一朗読とびとき。その日、彼女のこの言葉を聞いて、私は心に深い悲しみを覚え、涙を流した。そしてうめきながら祈り始めた。主よ、あなたは正しく、あなたのすべての技もまた正しいのです。あなたはすべての御業において憐れみと真実を示し、この世を裁かれます。主よ、今私を覚え、私に目を留めてください。私の数々の罪ゆえに、また私と先祖たちの無知のゆえに、私を裁かないでください。私は御前に罪を犯し、あなたの掟に従わなかったのです。それゆえ、あなたは私たちをあらゆる国民の中に散らし、そこで略奪、補修、死を経験させ、そのために私たちは物笑いの種となり、あざけり、恥ずかしめを味わいました。あなたが私の罪ある行いに対して下される多くの裁きは正しいのです。私たちはあなたの掟を守らず、あなたの御前に真実をもって歩みませんでした。今こそ御心のままに私を裁き、私の魂を取り去り、私が地上から解き放たれ土に戻るようにしてください。なぜなら、私は生きるよりも死んだ方が良いのです。私が耳にするのは不当な恥ずかしめであり、私は大いなる悲しみに包まれています。主よ、どうぞ私をこの苦しみから解き放ち、永遠の住まいへ行かせてください。主よ、あなたの御顔を私から背けないでください。なぜなら、死んで恥ずかしめを耳にすることのない方が、生きて大きな苦しみに遭うよりマシなのです。その同じ日に、メディアのエクバタナに住むラグエルの娘サラも、父親に仕える女奴隷の一人から恥ずかしめの言葉を受けた。サラは七人の男に嫁いだが、初夜を過ごす前に、その都度悪魔アスモダイが男を殺してしまったからである。そのことで女奴隷はサラに言った。あなたがご主人たちを殺したのです。あなたは七人の男に嫁ぎながら、どの方の名も名乗らなかったではありませんか。それなのに、あなたの夫たちが死んだからといって、なぜ私たちに辛く当たるのですか。あなたもあの方々のもとへ行ったらいいでしょう。これから先、あなたの息子も娘も見たくはありません。その日、サラは心に深い悲しみを覚えて涙を流し、父の家の2階に上がり、首をくくろうとした。しかし思い直してこう言った。おそらく人々は私の父を侮辱して言うでしょう。お前には愛する一人娘がいたが、不幸を苦にして首をくくってしまった。そうなれば、年老いた父を悲しませて黄泉に送り込むことになる。だから私が自分で首をくくってしまうよりも、主にお願いして死なせていただく方が良いのです。そうすれば生きながらえて、恥ずかしめの言葉を耳にすることもないでしょう。そこで彼女は両手を広げて窓の方に差し伸べ、こう祈っていった。トビトとサラの二人の祈りは、栄光に満ちた神に同時に聞き入れられた。そこで二人を癒すためにラファエルが送られた。神の言葉。私はあなた
あなたの道を示し、その小道を教えてください。あなたの真理のうちに、私を導き悟してください。すべての人の救いを願い、私はあなたを待ち望む。神は憐れみ深く正義に満ち、罪人に道を示される。神は貧しい人を正義に導き、へりくだる人にその道を教えられる。すべての人の救いを願い、私はあなたを待ち望む。ハレルヤ、ハレルヤ。私は不可数であり、命である。私を信じる人は永遠に死ぬことはない。ハレルヤ、ハレルヤ。マルコによる福音。その時、復活はないと言っているサドカイ派の人々がイエスのところへ来て尋ねた。先生、モーセは私たちのために書いています。ある人の兄が死に、妻を後に残して子がない場合、その弟は兄嫁と結婚して兄の後継ぎを設けねばならないと。ところで7人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが、後継ぎを残さないで死にました。次男がその女を妻にしましたが、後継ぎを残さないで死に、三男も同様でした。こうして7人とも後継ぎを残しませんでした。最後にその女も死にました。復活の時、彼らが復活すると、その女は誰の妻になるのでしょうか。7人ともその女を妻にしたのです。イエスは言われた。あなたたちは聖書も神の力も知らないから、そんな思い違いをしているのではないか。死者の中から復活するときには、目取ることも嫁ぐこともなく、天使のようになるのだ。死者が復活することについては、モーセの書の司馬の箇所で、神がモーセにどう言われたか読んだことがないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあるではないか。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。あなたたちは大変な思い違いをしている。キリストに賛美。